ていうかさ、私っていうか結局ね、あの床町でご飯に行ったんです。で、なんかあのせいちゃん海外に行ってたじゃないですか。で、なんかあのせいちゃんがあのさ、ごめん、なんかさ海外行ったんだけど、お土産がさ買う時間がない、なくてつって、あ全然いいよそんなんつって、いや別に買ってくるとも言われてないし全然いいよ別にみたいな、だからさって渡されたのが2ドル。そうね、じゃあもし今後すっごい困った時これ換金するわつって2ドル。まあでもなんかさ、ちょっと人生ゲームとかのお金に見えるよな。とこちゃんって海外にプライベートで行ったことある？え、あの地獄からバーチャル東京などへ少々海外旅行を。ちょっとちいちゃいよね、日本のお金よりも。うわー、日本語ネイティブみたい。そうでしょう、東京じゃドル使えないですよ。そっか、無理か。アニパ、アニパ